はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。まあ、非常に急ですけれども、皆様は趣味なんてのはあるんでしょうかね。まあ、私は趣味というか、まあ、この動画を作ること自体がね、もう一つの趣味ですし、楽しいことですしね。あとはもうゲームももちろん楽しいこと、まあ、趣味の一つですし、それ以外にもね、結構あの動画にできないような趣味って結構あるんですよ。それが例えば、まあ、ギターですね。私はまあ音楽というか、もう本当ギターだけですけれども、楽器弾いたりするのもね、ちょくちょくやったりはしますし、あとね、絵を描いたりもするんですね。まあ、もうなんか描くのが好きなんですね。昔からなんですよ。自由帳とかに落書きをしたりとかすることがあるんですけれども、なかなかそういうのってね、こう動画にしづらいんですよね。しかしですね、思い返すこと約10年ほど前ですね、私は一度その趣味の部分とゲームの部分が融合したゲームというのがあったんです。そしてなんと私が初めてニコニコ動画で始めたんですけど、私は活動を、その時に初めて生放送でプレイしたゲームがそのゲームであり、以後動画でもそのゲームの続編をプレイさせていただいたことがあったんです。それから時は経て、私はおっさんになり、生放送も多分何百、動画も何百何千と投稿してきたこの過程で、なんとついにその新作が発売されたというんです。ではご紹介いたしましょう。本日私がプレイいたしますゲームはこちら、落書きキングダム。落書きキングダムというね、ゲームでございます。聞いたことある人多いんじゃないでしょうか。落書き王国というゲームがね、過去にございましてですね、私これの1を生放送でプレイさせていただいて、今ちょっとねアーカイブ的なもの残ってないんですけれども、それプレイさせていただいた、すごい今でも覚えてるんですね。それがすごい楽しかったのを覚えてます。まあ珍しい、このやっぱ自分で絵を描いて、その絵が立体になってモンスターとなって戦うというね、このあまりにも自由なというか、突飛なと言いますか、このシステムが私はたまらんぐらい好きだったわけですよ。今回はアプリ版としてですね、そのまあちゃんとした新作と言いますか、正当な後継作が出たということで、これをなんと、しかも対等様からですね、これぜひワイワイさんプレイしませんかと、この落書きキングダムを作っている方から、ね、お声をかけていただいたんです。こんな光栄なことはないということで、もうぜひねプレイさせていただきたいなというふうに思います。自分ではあまりね携帯のゲームしないんですけど、本当にこういうゲームまあやるの珍しいですが、非常に楽しみですんで、早速始めていきたいなというふうに思います。あ、ユーザー名を入力してくださいって言ってね出てきてますんで、じゃユーザー名決めましょうか。ユーザー名はね、離婚調停人にしようかな。じゃあはい、離婚調停人で、はい、お願いします。いや久しぶりやからね、言うても落書き、まあ、キングダムというね、王国がちょっと英語に変わったみたいな。お、もしもし。はい、あ、もしもし、よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。え、なにこれ、電話ですか。はじめまして。はじめまし、え、ですよね。え、会ったことあります。僕どっかで、多分ないと思うんですけど。はい、おはようございます。ご気分はいかがですか。はい、気分はまあ、さっきサンドイッチ食べたんで、まあ気持ちはいいですけど。まあ、何綺麗な汽車。空を飛んでる。空飛んでんの。それに、おう、あなたは選ばれたんです。嘘、なんで。正確には、おう、あなたがいた世界からこの世界に、うん、招待する。そんなほんな言うとかなかよ、親に。俺言うとかんの、ちょっと出かけてくるわって。あの七色に輝く、うん、パレットツリーに。なあ、あれあれに選ばれたん俺。あなたには、うん、創造性と、うん、創造性。あら、ななやん。判断されました。判断されてんて俺。そうかな、まなかな。いやな、ほんな今一つ、ピンとは来ていないと思います、うん、ちょっとおじさんが悪いことしたとこあったね、今のはね。この落書きの、確かにコントもピンと、ここにのびのびと描いて見せてもらえませんか。何を、もう絵さぞ描いてみんの。あなたの絵を、うん、あなたの心がキュッとなる、うん、あら楽しい落書き。何それ、体に悪そう。何、描かして、ほんなら。お前描くん、ほんで。わあ、出てきたやん、ほら。防災頭巾かぶってんの。落書きが実体化した。すごいやん、左耳にスワロフスキーつけてるやん。おしゃれ。キツネにつままれたような心地だろう。キツネジョーク。ビビットが得意げに言う
じゃないけどな。ビビットっていうの左が。ラノイオカルキツネ。え、何？焦点始まった？だったセピア。このタヌキ。あ、セピアって言うんや。タヌキ。右はセピアって言うねって。すごい愛くるしい会話やな。ぬいぐるみまで言葉を。全く俺と世界観を追ってへん気するけど。あなたがいた世界とは違うことが多くて、戸惑われるでしょう。そうよ。やっぱ物価とかどうなってんの？ここでは、あなたのように落書きを生み出せる方がナンバーワンを目指し、日々ファイトをしています。ナンバーワンね。優勝した人は願いを。何でも人だけ。嘘、どうしよう。え、もうほんで一生所得税払わんでとかできる？願いがとかできんやったらそれもいいけど。何でも。え、どうしよう、考えとかなんか。ほんならそのための案内人として、おう、私が。あ、いいの？お名前なんていうの、あなたは？うん、どうしたん？この感覚、うん、まさかまた何なんか、悪いこと起こってんの世界で？大丈夫？大丈夫？あ、ごめんなさい。うん。キョトンとなりますよね。なりましたね、はい。申し遅れましたが、うん。私はイーゼル。あら、イーゼル看板やって。強要はしませんが、うん。もしよろしければ、少しだけ遊んでいきませんか？うん、いいよ。あなたを、うん。あなたの世界を、うん。私に見せてもらえると、嬉しいです。あ、何？俺の世界観をってこと？人の考える力と、うん、作る力、うん、創造性と創造性は無限大ですから。いいよ、じゃあ書かしてごらん。おじさんに早速、まずは左下のパレットアイコンをタップしてみろと。はい、そしたら今度はパレットから好きな色をタップするんだって。まあじゃあ黒とかにしときましょうか、一回ね。で、色を選んだら次は形を描くぞ。初めてだからまずは丸描こうってことで、真ん中にある黄色い枠の中に丸を描いてみてと。まあじゃあこうこうってね、すごい今指で描いてるんですよ。つなげると、ほらできた。お、いい形の落書きができたな。でもちょっぴり寂しい。そうやね、寂しい気がするね。こんな時はシールを貼ってみよう。うん、シールのアイコンをタップして、でシール作成のアイコンここをタップするといろんな候補が出てくると。いっぱいシールがあって迷うね、だったらこれでいいんじゃないかってことで、今おすすめされたのが左上の丸いやつかな、青くなってますね1個ね。はい、これ OK と。うん、すごいすごい形にはなってしもうてますけど、ここにしようかな。じゃあ、あれ、シールが小さい。そんな時は大きさを変えられるぜ。画面の上にあるバーを右にスライドさせてみな。これやね、これでこう大きさを変えることができると。あ、これいいじゃないですか。おい、これぐらいにしよう。じゃあほら、これで確定。ほら、わ、本当にシールが大きくなったね。初めての落書きとってもいい感じだよ。それじゃあこの落書きをセーブしておこうということで、セーブしましょうね。じゃあね、落書きの名前を考えなきゃならないってことなんですけど、じゃあ永井さんにしましょうか。永井さんです、お願いします。落書きを書いただけじゃバトルには挑戦できないぜ。育成シナリオできっちり落書き育ててやらないとな。それにまずは育成に欠かせないトレスター集めねえと。トレスター落書き育てる専門家なんだぜ。まあ、これガチャで引けるってことですよね。これトレスターっていうのはね、育成に関わってくるカードみたいなものみたいで、これがトレスターと出会えるガチャ、どうすればいいのかなと。まあ無料10連ガチャっていうのを今引けるらしいので、それを引いてね、一回見てみてくださいと。こうガチャ引くっていうのもだいぶ久しぶりやからね。あら、すごい万年筆見たって。この感覚。あ、万年筆からインクみたいな。わー、すごいな。なる、いや、なるほど。落書きやからいうこと。あ、右上に1個いいのあるよ、ほら。右上に1個。おー、すごい。クールそう。ザカルド・ブローさんやって、これ。ハイカラ。ハイカラ男子。次は？あら、おじいちゃんやん。後期高齢者、ほら。後期高齢者、ジグザ・ブロンテ。やっぱガチャって気持ち上がるね。あ、これちょっと足悪い人、レイモンド・ホープさん、ほら、足悪い人います。まあ、このね、トレッサーっていうのが、あの今後育成をね、また見せると思うんですけど、そこに関わってくる。これがいいのが取れれば、いいのが取れるほど、落書きが強くなるっていうシステムみたいですからね。それいいのが欲しいわけですけど。あら、何これ、タコ握りしめてんの？タコ握りしめてるわ、シェリー・ジェリー。かいね。ん、それは、あ、なんか変わったよ、虹色に変わった。確定演出ちゃうこれ。え、うん、なってくれる。
あー、それは今すぐには答え出せへんけど、アウアワもあるし、あ、これまたシェリージェリーやん。ほんですごいやん、シェリージェリー見て、これはもういっぱいキャンパスいっぱい使うの、シェリージェリージェリーですっていう顔してたよ、シェリージェリーだよーっていう。さあ、でどうしたらトレスターに会えるのって言ってね、言ってますけど、トレスターを選ぶに決まってるだろうってことなんですけど、これね、あのガチャを引いてトレスターのカード今手に入りましたよね。だからこのデッキ編成っていうので、デッキをね6枚組むんですよ。で今、まあ、現状でこの一番左側にあのシェリージェリーのさっきの最後に手に入れたやつね置いてあると思うんですけど、ここにとにかく6枚セットすることによって、この次に起こりますね、あのモンスターを、まあ、育成する、落書きを育成するところでこのデッキが登場するということなんですよ。これね、この育成シナリオ選択ですね。でね、この育成シナリオにはあのクロッカーというものがあってですね、まあ、方向性を決めるんですよ。例えば攻撃力重視ね、これヒロトってこうやったら攻撃力重視っていうことでアタッカーに育つって書いてるけど、まあ、これ以外にもね、左側の、まあ、漫画家目指してる女の子とかね、右側は水内さんっていう、まあ、ヘッドホンつけてる男の子ね、で例えばスピード重視であったり守備重視であったりっていうのもタイプを、まあ、ちょっと決めることができるみたいね、できるみたい。でさらに言うと、こう、まあ、属性もあるよね。あの戦いですから、普通にこうモンスターとモンスター戦いですから、こう、まあ、青が赤に強いね、赤が緑に強いみたいなね、まあ、よくあると言いますか、分かりやすいね、あの構成になってるんですよ、これも。でまあ紫と黄色だけかな、だから覚えておけば分かりやすいのは、まあ、今回はとにかくね、あのおすすめの青でいこうと思います。でね、今回はこれサクッと育成っていうのをタップするんですけど、こだわり育成ってやっても面白いんですよ。まあまあ一旦ね、今はもうチュートリアルなんで、サクッと育成っていうのをやりたいなというふうに思います。ではチュートリアルを開始しましょう。これで、まあ、とにかく永井さんが今ちょっと強くなってます。はい。であれもこれも、まあ、トレスターの、性能のおかげっていうところもあるんですけども、でこれで、永井さんの性能をアップすることができます。これこうやって押してね、このまあ、あのパラメータシステムみたいなものもね、どっか馴染みあるところも私はあったりするんですが、パラメータ、スキル、アビリティというものがございまして、スキルはね、技なんです。このゲームの、あの戦いはまた後でお見せすると思いますけど、コマンド選択の戦い方なんですよ、王道の RPG みたいな感じでね。で、スキルはその技です。技を覚えさせるということですね。でアビリティはもともと持っているものでございましてですね、例えば攻撃力を 5% アップするとか、そういう、まあ、アビリティみたいなものがあったりするんで、特殊アビリティね。でこのパラメーターは右側にね、パワー、スピード、テクニック、マインドってあるでしょう。あの数値を割り振っていくというシステムなんですよ。だから今 HP を上げるとパワーが4減ります。パワー上4減ってるでしょ。これはこれ上げることができるんですよ、こうやって。で、こうやって永井さんをこう、まあ、一部こう強くしていくことができると。ほんで左側に G って書いてますけど、これが F にね変わるんですよ。800ぐらいかな、900、1000かな。これほら F に変わったでしょ。これをまあ攻撃でもやっていったら多分ね60かな、で F になるんですね。こういう風に左のパラメーターを上げていくことによって、あのバトルがまた大会で優勝したらなんて言ってましたけどね、あれがまあまあ実現しやすくなる、強くなるということですよね。ちょっと永井さんだけ浮いてますけど、なんかうちのねえ、これあれ永井さんなんですよ。これバトル画面でございますね。戦いが始まりましたら、下にね HP とか書いてありますよね。永井さんだけちょっとね、あのなんかキャプチャーされてる部分がおかしいことになってますけれども、これで戦ってるんです今ね。で時間経過とともに、まあ、自分のターンみたいなのがやってきて、左側のバー見てください。あれ B って書いてるやつ、 BABC とか書いてるでしょ。あの青いのが自分のチームのやつですね。で、仲間の攻撃も自分でね決めることできますんで、今の場合はこの赤の猫みたいなやつね、レッドフーディーがファイヤーパンチって出てますんで、これゴーってして、まあ、こいつにじゃあ当てましょうと。はい、これ攻撃ね。これで上のね、あの敵の HP みたいなもの100って書いてますけどね、ちょっと前チュートリアルですから弱いですけど、こうやって倒していくという単性のというか、なんというかね、ものになってございますんでね。さあ、とかなんとか言うてる間にね、これで試合終了と。ウェン、これでまあ戦いの基本分かっていただけたかなとは思うんですけどね。さあ、ということで、大体ね、この落書きキングダムのシステムみたいなものは掴んでいただけたのかなというふうに思いますね。上が私のパラメータ、落書き始めましたって書いてるリポン調停人ね。で、下側にいろいろちょこちょこちょこっとありますけれども、まあガチャ回せたりとかね、あとはまあ落書きっていうところで落書きかけたりとかもするんで、早速まずはね、私の落書きを、だからこれが一番最初、ある意味ででも一番の目玉、落書きをかけて初めて落書きキングダムなんでね。オッケー、じゃあ作っていきますか。あ、まあ、3つの私のモンスターを、まあ、落書きを作っていくっていうことですから、これ大事なんですけどね、まあ、テーマ的なものを決めるかどうか、ちょ一回好きに一回落書きしてみる。ちょっと何してるか分からへんなのかもしれないけど、一回ちょっと落書きしてみようか。まずこうするでしょ。
これが、体で、よし、これで丸 B にして、でこの丸 B をね、ちょ思い切った形やねんけど、ちょ羽にするわ。何かわかる？これで若干分かってきてる人もいるかもしれんね。でこれを、こ彼をコピーして、シンプルにコピーして、ここにこの同じ向こうと同じようなところに置くでしょ、まあ、こう確定にするでしょ。だから形でこれでも違いますやんってなるやろ、多分思ってる形じゃないでしょ、多分なるでしょ。これ大丈夫、これね形を変更できんね。今丸 B やけど丸 C にするやん、ほらな、もう完全に初見じゃないやろ。せやで、2日やってるから、これ発売前から2日やってる俺も。多分足はねこうなって、でこここうふくらはぎこういって、ひ膝足になるのかな、膝足くらい。ああおおおお、いいね、だいぶリアリティが出たね。おお、これちょっと、じゃあこれで一回モーション見てみる、これどう動くか。え、何でどうなってる？軽いバグは起こってるけど、もうすでに左腕射撃、左腕、おお、ほら見て、左腕の角度見て。どっちももう、どっちもどっちにも曲がるもん、もうほら。これね、役割としてこれが動かないの方がいいかな。動かないね、この鞘はもう動かへん。だって中身弱いもん見せへんからね。脳ある爪は鷹を隠すっていうからね。逆や。おっしゃ、これでどうやる？これ一回もう一回見てみよう。あ、見てほら、グッとよくやった。ほら見て、グッとよくやったやろこれ。ちょっと待って、こっちのこのバランスのというか、見てほら、ちょっと生きてる大学生みたいな、この足の角度見て、これこうやから、ほらこれこうこれこれでちょっと右腕パンチ。おお、いいね。おお、やっぱこれほんま怪人やん。もうフロントステップ、これこいつのこのこれ、あ、俺向きを間違えたな。もともと右向きに作ってるから、これをこっちこうまっすぐ向けながらこう書かなあかんかったんや。もともとこう書かなあかんかったわけ。それがこう書いてるもんやから、もうえらいことになってんのよ彼。逆にもっと単純でもいいんじゃないかって思ったりするんだけど、どうやろね。こういうのって大体な、逆にやねん、逆にっていう考え方が必要やねん。何かっていうと、こう母体に足を足していくっていうイメージとかで考えへん、みんな手を足していく。違うねん、足に足していくっていうのはありやと思うよ俺。できたけど、これちょっと台東さんフォアーテかなとは思うねんけど、これこれをちょっとね、役割としては足にさせていただこうかなと思ってて、まあだから手やねん、もうこれは手という中での足やねんこれっていうことができて、で左腕のみ持っているっていう感じにしたいから、まあここはもう普通に腕にしようかな。これどう？これでもありがちやけど難しいっていうか、これ横から見たらこういう感じになっててね、これ一応巻き込んではいるんですよこれ、ほらね。だから手のような形にして、ちょっとこう角度とかつけながらみたいな、この感じ。これちょっと一回モーションで見てみる。おいいや、でも一番強そうでな、今までですね、一番やっぱ安定感が、指やからやっぱ安定感があるね。これいいわ。これいいな、これ思ってるよりいいけどな。これちょっと、これ一回セーブしとこう。巻き込んでパーリないにしようじゃん。巻き込んでパーリない、もうものすごい普通の興味本位のちょっと形をしてみていい？これもテーマとか形とかないけど、まず体を作らなあかんねんけどね。まずこれ体、これ丸でいいねん。これもう正真正銘の丸にしたいから、ちょっとこう厚みとか出しちゃったりして、じゃあ一体これ何なんだろうっていうことになんねんけど、どうやらこれはよく見ると地球だ。こっからやねんけど、もうここまで来んのにすごいパーツ数と時間かかってんねんけど、俺が試したいことっていうのは、こうしたらどうかなと思って。どう？これ今、怪人地球の誕生をみんな見てね、直視してね。で、うわ、見てほら、もう
もうこの時点で最強まであるかもよ、マジで。だって相手は地球ぞ。こういうのは下手に顔とかつけへんほうがいい。これでちょっと一回モーション見てみ、すごいことになると思うで。うわほら見て、だいぶスタイルいいや。彼女だいぶスタイル見てごらん、ほらこれ地球やで、ローラちゃうで。これ足長いけど、うわいいわこのダッシュ見て。はいや、お前このイーって言ってる間にどんだけ進んでると思う。光年は行ってるで、3光年ぐらいは行ってるで、このダッシュだけで。大地和王にするわ、大地和王。可愛いの作りたいな俺。今までも十分可愛いの作ってきたけど、もっと可愛いの作りたいのよ。ちょっとこの辺りから見てみようかな。この辺りからなんか考えられるものもあるかも。あ、ドリルとか使いたいな。ドリルとか回るとかっていうところ、この辺りね。あ、車輪、あ、車輪いいな。車輪使えるやつちょっと作るか、じゃあ。できた。これ一応こう、タンカーくんっていう。あのやつで、まあ、車輪を使わなあかんってなったらやっぱこうなってしまうのかなって気してるんですけど、これ下にある白いのが車輪で、でまあこうタンカーですよね、人を運ぶというか、まあなんかこう緊急事態、なんかもうすでに死んでるみたいなね、もうすでに死んでるやつで、一応この上のこれ車輪にしてんだよ、下は車輪にしてんだけど、この上のこのタンカーに乗ってる人、この困ってる人のパーツを、これ例えばこれやったらこの腕なんですけど、これをちゃんと腕にしてるんですよ、棒腕っていうのにしてる。例えばこの足の部分なんですけど、これも棒足っていうの、足もしてるの一応。だからこれも足として腕として、まあ機能しながら下の車輪でどういう動きをするのかっていうの、ちょっと一回モーション設定見てみる。ほうほう、おほほ、うわちょっとこれ上の人がえらいことになってるけど、どうやろう。これ下はまだよしとして、上の人なんやろ。これもしかして X デーみたいなこと言うてる。これダッシュはどうなる。ああ、なるほど、はい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 、車輪オッケー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 、もう見るに大変、オッケーオッケー。せめてちょっと こういう感じにしようか、せめてな。これで多分大丈夫やと思うねんな。おっしゃ、これでもなんかこの状況やとちょっとまだタンカーっぽさないな。なんかもうちょっとタンカーっぽさ足しとく、ガチャガチャ足しとく、せめて。オッケー、これでどうやろう。ちょっとこの献血してます感出して、ほら、だいぶでもだいぶタンカー君っぽくなったんちゃう。これタンカー君アルファにする、これじゃん。これでちょっとセーブしよう。これどう動くか分からんけども、どう動いてもええわ。ライフセーバーやんだから、ライフセーバーオッケー、できた。みんな完璧やろ、完璧に仕上がってきましたやろ。よっしゃ、じゃあ今作りました落書きをですね、まあ、チームに入れるためにこの育成シナリオってやつをねちょっとやりたいなと思うんですけど、まあ、これでね先ほど作った落書きがですね、まあ、育成できるんですよ。まあ、まずこれでいくじゃん。この地球のやつ、これ地球のやつ、これなんだ、大地ワオ大地ワオ、大地ワオ女装座ってるわ一回。これ6人編成しようぜって、まあ、これがねさっきガチャで引いたトレスターってやつで、まあ、このカードというかトレスターが良ければいいだけね、第一ワオが、まあ、成長しやすくもなるし、あとね技を覚えたりもするという、そのトレスターが教えてくれる技みたいなのがあんのよ。で、第一ワオをこれでこだわり育成っていうやつやってみましょう。これまあ結局カットしますけれども、こだわり育成ねちょっと皆様にお見せしたいというか、カードをね組み替えるみたいなのがあるんですね。あと、まあ、これほら話してくれますけれども、ダイジェストで進めるか時間がないとってことで、まあ、1回目なんで私はダイジェストしないですけど、いろいろね会話というかね、まあ、ストーリーみたいなものがあるんですよ。はい、フェーズスタート。これねフェーズ1って書いてますけれども、一応ですねこうフェーズっていうのは4分の1って書いてますね、上にね。4つフェーズがございまして、その1フェーズ1フェーズが9パートから成り立っております。でこの9パートっていうのは簡単に言ったら9回トレーニングできると思っていただければと思うんですが、上の絵心100って書いてますよね、この一応だいぶまあ嬉しそうに動いてますけど、この青の100分の100っていうのが体力で、その右側が、まあ、気合やる気みたいなもんやと思ってもらったらいいんですけど、まあ、この100っていうのがなくなると第1話は怪我しちゃったりとかします。なんで下にね一応今は押せませんが治療って書いてるでしょ。こういうまあ育て方をするんですね。でまあ特訓ってやってみましょうか一回ね。なら特訓でねカードを選ぶみたいなことが出てくるんですよ。ここでまあ問題なのが、組み合わせ次第でちょっと上がり方が変わるっていうのがあるんですね。例えばですけど、こう上にね黒カーボーナスって書いてあってカードの組み合わせあるんですけど、これ橙色とで青2つとかね、橙色青とか書いてるでしょ、これ順番。これすると全経験値ボーナスっていうのがまあもらえるんですよね。
で今できる組み合わせ多分これだけかな。青が2枚あれば橙色青青っていう組み合わせとかできたりするんですけど、まあ、こういうのを考えながら、しかしながらこのなんていうか橙色は力が上がるんですよ。で、この紫色とか緑色青色でやっぱ違うんですね、上がるポイントが。だから、まあ、上げたいポイントを元にこう組んでいけばより、成功しやすいというか、トレーニングがいっぱい経験値くれますよっていうね。これ今ちょっともらいましたね。少しずつ少しずつもらってるでしょ。でこのもらったポイントを割り振って、本当の例えばパワーとかね、攻撃力とか防御力とかスピードとかを上げていくという。でね、これ面白い機能っていうのが、実はこの例えばタレイヤとかね、リュウマかリョウマかわからないですけど、こう書いているこのカードの下にね、ハートのゲージがあるでしょう。これね、このキャラと仲良くなってるみたいな意味合いがあるんですよ。だからまあ今回に関してはこれとこれとこれとかにしようかな。だいだい色青青の組み合わせ、これにするとこのチェリーっていうやつとかプラス55なんでいいんですけど、少しずつ少しずつね、カードとの相性が良くなって、なんかまた違うイベントが発生したりするんですね。でそのイベントによってまたパラメーターが上がったりもするということなんで、トレスターと言われるね、カードみたいなものはね、こう信頼度みたいなねを上げることで有効的にもっと使えるようになるみたいな。だからね、どのトレスターと仲良くしていくかとかを決めると、全然同じトレスターを使う、まあ育成方法だとしても覚える技が違ったり伸びるとこが違ったりとか、もう本当にね多種にわたるんですよ。おっしゃ、ちょっとね次バトルがあるらしいんで、ちょっとバトルやろうかなと思うんだけど、この彼まあ水属性というかね、青属性なんで、青の技でも、まあ青の技ないか、今アイスタックルしかちょっと覚えてないんで、まあそれだけで押し切るとして、アビリティをちょっと習得しておこうかな。おっしゃ、こんなもんにしとこうか、今一旦 EFDGF とにかく伸びてんのが HP と防御やから、 HP と防御もう鉄壁だ、地球やもん、だって地球だもん。おっしゃ、初めての試合来たで、みんな。これ落書きカルテットっていうね、3人組なんですけど、これ3人組で多分勝負するってことみたいだよね。で相手のチームのランクがあって、今私のランクはなんかこう多分ブロンズなんかな、ブロンズ星1みたいな感じなんですけど、これ相手を奴隷にするかってことなのね。まあ超劣勢、劣勢、互角、優勢ってありますけど、これはね劣勢ぐらいでいいんじゃないかね。え、これ互角で勝負したって仕方ないでしょ。これちょっと目指すものをあれよ、目指すところの差うわぁすごいやん、いびつな形してるけどな俺のやつ。もうすでにだいぶ浮いてるけど彼。あ、先手は、あ、先手この鳥、あ、先手取り蹴った、お、先手取り蹴った、いいね、だいぶダメージ入ったんじゃないか。あ、ヒートブレイクやって、あーっと防御のパラメータ減りました。第一ワオ、あー第一ワオ集中砲火だ、これは困った。あ、ファイヤースラッシュ326クリティカルダメージ入りました。さあ第一ワオのターンがまだ来ない、ダークスラッシュが207だ、結構強い。さあここで来るか、これもアイスタックルで決めるしかないな。アイスタックルでこの伊勢エビ、伊勢エビ倒そう、伊勢エビ、伊勢エビをアイスタコ、弱い弱すぎる第一ワオ、やはり伸ばしたところが間違えていたか、一切ダメージが取りません。あー、ファイヤーキックで落としていった、伊勢エビ落としていった、焼いていった、これは美味しい。あー、ダークス、あーっとダークスラッシュ全く効かない、防御力の高さゆえか、第一ワオこれはこれはこの消耗戦になった場合第一ワオ強いですよ。さあアイスキック108のダメージ、さらにこのニャンニャンがファイヤースラッシュで206のダメージ火力がある。そして来るかミスティースナイプ、クリティカルの発生率が上がった、第一ワオに攻撃を仕掛けようということか。しかし第一ワオ行きました、アイスタックルだ、51、くしくもイチローの背番号。さあ誰が落とすか、あーこのアイスキックは107、これはフーディーが落としていくか、フーディーのファイヤーキック、フーディーのファイヤーキック、一戦第一ワオ勝ちなし、いる勝ちなしです。はい、勝ちました。これでフェーズクリアね。これ 2フェーズ目ね。これを繰り返していくことで、いや、一応強くはなってるんですよ。一応強くはなってんだけどね。オッケー。このフェーズではね、ちょっと技を覚えられたよ、さっき。アイスショットっていう。新しい技を覚えられて、それがでかいかどうかっていうのが。第一和王の反抗期やねんって。またなんか、反抗期、ちょっと直して直して、反抗期とか直して、ちょっと。今日は第一ワオの、そう、第一ワオの調子が悪いみたいやから。修復って何やねん、生き物、お前キトラ古墳の壁画みたいに言うな。よっしゃ、ついにバトルの時来たみたい。これでなんかバトルがもう始まりそうやから、やっぱ攻撃力が圧倒的になかった。あ、待って、攻撃力とかの前に技をさ覚えたいわけ。この技が良くなかったと思うね。この青タイプの技、アイスショットっていうのを覚えてるんで、
これをまずセットして、これで技が2個になったはずなんだね。おっしゃ、こんなもんでどうやろ。 EEDGE になったんだよ。だいぶ強かったんちゃう？だいぶ強かったとは思うねんけど、技も覚えたし。これでじゃあ、まあ、一旦休憩して絵心を回復しといて、ほんでバトル行こう。おっしゃ、来た。初戦、落書きカップ大会初戦やで。これどこ行くで。ほんなこれでも前に上、いやちょっと待てよ、でも違う違う、星の、ちょっと待って、初戦やから絶対勝ちに行っていい。これ初戦やから、おすすめのところで一回互角のところで行って、どんだけうちが強くなったのかっていうのが分かるはずやから。おおすごい、うわかわいい。見てほら、パンがパン持ってんねん。トマトのほかすとこで持って、左手に。あー、いった。ほらアイスアイスケーキ。あー、いい、だいぶ違ったよ。うちの仲間がだいぶ違ってるわ。あ、フーディ、あー、ふわー、もういらんわ。ほなもういらんほな俺。うわ、ファイヤーキックやって、うわ全然効かへん。ほら、ただ悪いけどこっちもアイスショット持ってるから、これもうどっちも罰ゲーム。お前ほな、お前水浸しにしたらアイスショットダウン。強っ。あれ、急にだいぶ急にだいぶ強くなりましたね。第一話をどうした。あれ、これもしかして革命巻き起こしてる急に。大丈夫、さっきの強さから察するに第一ワオはだいぶ強いはずやぞ。ほら、いった、膝すり向きながら。うふわ、だいぶ凝ってる。ほんでもう強そう。見てうちの第一ワオのあの、やっぱな、よ、そのな、ゴテゴテしれへんってもんちゃうねん。みんなそうやろ、シンプルイズベストやねんて。いいぞいいぞ、耐えろ耐えろ。お、なんかシャカシャカポテトみたいなやついるやん。シャカシャカポテト、なんか攻撃パラメータ上がった。ここで来ました、お待たせ、第一ワオです。これ抜群やから、これパクミ、パクパ、パク、パクミ、パク、シャカシャカポテトいけ、シャカシャカポテト、バオー、ワオほら、もうチート級、急にチート級現れました。じゃ見てほら、第一ワオは決めてみせるよ。アイショット、ワオその喜び方よ、ほんとに。どうするこれ、もう全部劣勢って言われてるけど、これあえてでも超劣勢に行くのも俺手やと思うんだけど、どうやろうなあ。だから私の属性的に火に強いんですよ。火というか、あの赤にね。だからあの真ん中の紫は分からんけど、赤が2体いるんやったら俺いけるんちゃうかな、超劣勢。いけ、おお強そうやん。一番右のやつなんか凝ってんな。しかしこっちもお前までの第一ワオじゃないからね。ブラックホール、うわ強すぎて笑った。え、嘘嘘嘘嘘、え、そんな、え、嘘嘘嘘嘘、え、もう第一ワオしかいいんだけど。じゃああれ、これだいぶしくってるんじゃんと思えよ。任して、これが地球の力で見せろ。第一ワオ、これ第一ワオ、もうこの D09 いく。アイショットワオ、終わりや。600段耐えた耐えた耐えたブレイブオブハーチェット耐えた耐えた ひたすらいじめられる彼見てひたすらいじめられる足2本見てオッケーアイショットワオオッケー、まさかまさかの大逆転ある、これ。うわ、なんともならん、最悪。よっしゃ、これが最後のパラメアップかな。 MVP の発表やって。何 MVP って、騒がしいな、何かあったのか。号外号外、今回の大会で MVP の発表。え、何、あ、俺、嘘、俺ってことちゃうん。 MVP は今回大会の MVP は、うわお、 MVP で第3位って何え、どういうこと。 MVP の第3位って何、なんか釈然としないな。あー、終わりましたね、育成シナリオ。これで最終確認がこのようになりましたと。まあ一応上げられるだけ上げておく。アビリティとか上げといてもいいけどね。この効果の方っていうのは、まあ始まったたんびにね、バトル開始から2ターンは防御がちょっと上がったりするから、まああるだけでいいっていうのもあるしね。これをちょっと上げといて、で、まあ残りの、残ったもんはこうパッ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 って上げといて確定しときましょう。はい、これで一旦私の育てた第一ワオはブロンズ星3みたいなとこまで来ましたね。こうやってね、落書き一体一体をあの強くしていくというかね、成長させていくみたいですね。落書き、落書きこう、ほら、あ、ほら第一話、ほら第一話をいるやん。これ育てたからね、第一話をここに出せるようになったんですよ。まあ戦える、何それ
そおおすごいすごい、サルサ踊りだした。急にサルサ踊ってるうちの第一話を見てあげて。遊ぼうや、遊ぼう第一話と。どうやって遊ぶの？何事、こんなやつどうやったと。おすごいすごい、おお鬼たち、おお来た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 、ほら第一話来た来た、ほら走って走って、よーし、どうぞ。これ2本をこっち押してるから、一応よいしょ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 。これどうやって遊ぶの？彼にとってこう遊んでることになるの？わからんけど、よかった、嬉しい。オッケー、できた、ほら。俺の最強の夫人がほら、できたやろ。よっしゃ。で、メインクエスト。あ、これメインクエストとかランキングバトルってあるやん。ランキングバトル挑戦してみるじゃん。ちょ、メインクエストをせえへんっていう暴挙に出てるけど、この3体で俺ちょっと今から世界目指すわ。あー、世界722位が相手な。いいよ。全然かかっておいで。悪いけどこっちもほんまもうガチンコでいくからね。相手誰？これ相手誰か分からんけど。あら、何それ、こだわったやつ用意してきたね。はい、こっち先にライフセーバーの攻撃だ。ライフセーバーの、いや、ライフセーバーのミスティック、いや、ミスティックシールド強いよりだ。これでまず抜群いる？抜群いいね。了解。じゃあミスティックシールド、まずミスティックシールドかけます。防御高くなります。次巻き込んでパーリー内来ます。巻き込んでパーリー内ヒートブレイクって何これ。防御敵単体に防御パラメータデバフの効果やから、困って、一回攻撃して、いまいちって言われてるんで、じゃあヒートブレイクを、ここ1にヒートブレイク、オッケー、防御パラメータダウン、ほんで真ん中の子がアイスショットしてくる、あかん、敵強い、思っていたより差は歴然としている、え、何それ、カレイドスコープやってる、おあら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 、何それ、手、ああ、巻き込んでパリだよ、え？あれあれ、ところがここでお待たせしました、第一ワオの出番でございます。行け第一ワオ必殺アイシャーワオ。え全然聞かへんねんけど、嘘、え、なんでそれ、強すぎない、ちょっと全く相手にならないんだけどな、このままじゃ。ダークパンチ行こう。じゃあダークパンチ、ダークパン45やで、45ってお前死者購入したらゼロぞ、なあ、どないで相手どう思ってんねん、俺のやつにどう思ってんねん、これだから自分で書いてへんねん、この3体は自分で書いてへん、あの落書きなんや。だから俺のやつとか見てごらん、ほら俺のやつなんかお前どんだけ一生懸命書いたと思ってんねん、なんとか1体持っていけへんのか、ほんで。ああ次はこれらしい、2752やって、世界2752。これさ、もうメンバー変えられへん、あ、相手変えられんのか、相手変えられるってさ、え、ちょっと待って、じゃあこれでいくわ、じゃあこのダーシオチームと勝負するわ、第2戦。これあ、ちゃんと書いてる、ちょっと偉いとこからベロ出てる、だいぶ平たいの、ほんでだいぶ平たい造形やの、あの左のやつとか、あ、クッキーか、クッキーかなんかけ、ダークパンチを、だまずダークパンチ、これ右のやつにダークパンチ、これバーン、ワオ、10回叩かなか、あと10回、なんでそんな強い技持ってんねん、だからなんでやねん。1411って何、俺1回攻撃したら1411効くんす、ダークパンチ、もうっていう感じ。抜群って言われても107しか食らわせられへん、全然群を抜いてない。ええわ、もうええ、もうリタイア、もうええ。うわ、見て、これは悪い、勝てるやろ、これは悪い、勝てるっしょ、さすがに。だってこれは2体しかいいんで、一番最初に作りましたっていう感じの、これに負けて、これはごめんなさい、僕も大人なんで負けられない戦いなんですよ。2体は舐めてもうたら困る。これはどうしようかな、ダークパンチしていく方がいいかな、これはまずダークパンチしていくか、ダークパンチを黒玉していこう、バーン、オッケー、80、いい、2体しかいい、ひねが効く、オッケー、黒玉狙っていこう、黒玉をこう落としてしていって、なんでだからみんなそれ出すの、流行ってんのか、それね、流行ってんのか、
んねやろうな、多分。おい、せんて。せんて、お前。だいぶインフレやんけ。何、うちがデフレなんか今。その攻撃、その攻撃欲しいな、俺にも。5,282 って何やねん。え、何それ。5,282 って何すはいはい。何か困っていることはありませんか？困ってしかないわ俺。悪いけど。あと1回しか俺戦えへんから、もうこのあと1回にかけるためにもう1回俺強くするわ。これなんかできひんの？もう、もう、あれ金に物言わすけ、ほな。金に物言わすけ。もう金に物言わそうぜ。金に物言わそう。もう5020円いこう。もう5020円いくわ。いくいく。よっしゃ、ほら。もう言わした言わした。言わしたら言わしたら、これにもう2回引くから、ほんで。これで SR1 回1体確定やから、これ。どう？ドゥン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 ティーン、ほら、はい、来た！はい、金に物言わしたったー！ドゥーン、ここやん。ドゥイーン！あら、ほら、素朴！秋、秋やで、秋。もう一度引くから、ほんで。ほんで、もう一度引く。言わしたら、言わしたら。なめんな、大人を。OK、2枚来た！ OK、2枚来てるぞ！はい、次、はい、誰入ってる？トゥイーン！あら、ほら、夏真っ盛りって感じ。ファステルミプリミロミニズ。もう一個、もう一つツリーンは？あれ、もう一つレインボーじゃない？これ。あれ、レインボーだ！わーお！いくつになっても発見はあるものだ。なになになに？うわ、ほら！ちょっと足悪いしてや。レイモンドホープ、ほら。はい、勝ちました。あ、しかもこれも、あこれ！うわ、嘘やん。そんなことしてもらってたって、ごめんなさい、金に物言わし。申し訳ない。おっしゃ、ほんとさらにこっから落書きカルテットで強くしていくから、もうあの攻撃あるのみやなんで、攻撃力あまりにもなかったんで、やっぱこっ強くするのは第一和王なんで、よっしゃ、バチバチ言いますわ。もうこの4フェーズでほんまにもう見る影もなかったぐらい強くしてるわ。おっしゃ、みんなできた、見て。これ、第1ワオの2回目やねんけど、これ前のやつのパラメータが右。で、今回が左やねん、これ。また1から作り直すことになるんだけど、このパラメータの伸びが全然違うでしょ。なぜか謎の SPA っていう、ね、よう分からん。余ったからまあつけたんやけど、まあ、これもあるし、攻撃が C になってるしっていう。で、技がね、だいぶ変わってて、スキルのところなんですけど、アイスタックルとアイスショットしかなかったでしょ。この2つをですね、もう大替えして、ラビットラッシュとアイスパンチで、まさか第一ワオは、これ水タイプというか青タイプなんですけど、この草タイプというかね、緑タイプの必殺技を習得することができました。おっしゃ、できました。巻き込んでパーリない第2回目の育成ですね。ラグ書き比較してみましょう。前回はですね、火属性というか炎属性、まあこの赤いやつにしてたんですけど、今回は緑のね、草タイプというかなんというかね、にしてみました。で、技もですね、大幅に変わっておりまして、能力に関してもね、まあ SP がまあとにかく伸ばしやすいということで A になってますけれども、攻撃が C になったというところ以外は全てアップしているという状況でございますね。で、スキルに関しましても、火のものから赤のものから緑のものへと移しておりまして、ラビットラッシュというのはまあ必殺技なんですけども、ゴールデンハーベストという技がございます。このゴールデンハーベストという技が回復技でございます。全員を回復することができる。これがね、結構強みになるんじゃないかなというふうに思ってますんで、かなり使える、巻き込んでパーリー内になったんじゃないかなと思います。ちょっと待って、だいぶ強なってません？これ育成前のやつ、右のやつで、ね、ちょっと紫のタイプやったんですけども、今回緑タイプにさせていただいて、なんと DCDCS やで、ね、お前 SP はもうなんか知らん、めちゃめちゃ上がりやすい、私のね、トレイサー の設定によってね。で、技ももちろんラビットラッシュ必殺技覚えてます。これで3体とも緑の技を、必殺技を覚えているってことになりましたから、これで俺はいよいよ挑むぞ。よっしゃ、やったろ、最後の1回や、最後の1回のランキングバトルや。あれ、なんか接続不良みたい。最後の1回接続不良みたい。え、何それ。
さあ、ということでね、いかがだったでしょうか。今回、私がプレイさせていただきました落書きキングダムというゲームね、1月の28日から、アプリでね、プレイすること、ダンスしてくれてますけどね、プレイすることができるゲームでございまして、もちろん、見ていただいたら分かるように基本無料と、ダウンロード無料というね、ゲームでございますけれども、やっぱこう、久方ぶりのね、落書きを作るっていうのはやっぱ面白かったですしね、思ってるよりもシステムが私は好きでしたね。やればやるほどこう強くなっていくっていう感じのやつやったら、上乗せってしていくでしょ。そういう感じじゃなくてですね、どっちかというとこう育成を一からしていくんですよね。だからその育て方のいかんによっては、同じ、どういう言えばいいかな、同じアイテムの仕様とかでも全然変わってくるかもしれないというかね、技の覚えさせ方とかね、例えばどういう風に育てていくかによっては、こういう技を覚えたり、いや覚えささんとあえてこっちと仲良くしようとか、ね、いろいろそういう分岐もね、育成の中でできるっていうのは私はとても楽しかったなと。ちなみにですね、この3体はこの落書きキングダムを、プレイされる方はですね、落書き、ガレージというものがございましてね、落書きガレージというのがダウンロードの左側、真ん中ですね、画面真ん中に見えると思うんですけど、そこからですね、ダウンロードしていただくことが可能になると思います。私も今ね、申請したところで、この3体はとにかく、ダウンロードしていただけるように申請させていただきましたんで、これから何か、文字って作り出すもよし、このまま育てて世界を狙うもよし、ぜひ皆様の思い思いのね、落書きとこの3体をコラボレーションしていただければなというふうに思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。今回はね、隊頭様から直接、これプレイしていただけませんかということで、お話しいただく非常に光栄な機会でございましたけれどもですね、やはりそれ相応のと言いますかね、思い入れも私にもございましたし、またプレイしてやっぱり、ああなるほど面白いなとね、もうプレイしてるだけでも今10時間以上プレイはしているんですよ。はい、それぐらいね、のめり込んじゃうところもあるんで、ぜひ皆さんもね、一度プレイしてみていただければなというふうに思います。それでは皆様、また別の動画や生放送でお会いいたしましょう。本日も一日お疲れ様でした。